こんにちは、一重スタッフの新木です。前回の一重の動画内でご紹介しましたボンテージパンツ、ありがたいことに、ラスト1本と、なっております。そんなテクスチャーズのボンテージパンツに引き続きですね、あの定番ボトムスが、リストックしましたので、今日はかなり深いところまで、見ていきたいと思います。はい、本日はですね、寺田をお迎えしまして、対談形式でデニムスラックスについて深く見ていきたいと思います。それではお二人ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、デニムスラックス今日紹介する回ですけれども、紹介の前にまず簡単にあのテクスチャーズどういったコンセプトでやってるかっていうのを説明お願いします。はい、テクスチャーズは僕が、着たいなと思った洋服を、時期とかは、あまり関係なく、作りたいと思った時に、作っているようなブランドでございます。そうね、その時々に興味があるものとか、そういったものを、思いついた時に作るっていう感じかな。ですね。だから前もってね計画してこういう流行りがどうこうとかっていうよりはもうそうですね、流行とかはあまり考えないっていうか考えないわけではないけども、そうですね、こうなんか気になった時に作ってます。ということは、テクスチャーズはね、その時々に西が一番興味があるものだったり着たいものとかっていうのをこう作るブランドっていうふうに思えばいいよね。はい、じゃあ、テクスチャーズのコンセプトを聞いた後このパンツの紹介に行きたいと思います。で、これは実は、パンツ1リメイクで作ったねテクスチャーズのパンツの第1号だよね。ですね。で、もうこれに関してはもう定番化してるかなっていう感じね。もう4回ぐらい追加で作ってるやつですね。で、これはどういったコンセプト、そして作るきっかけっていうのはどういったありますか。そうですね、きっかけとしましては寺田がもともとお店で履かれてた、デニムが、僕が個人的にすごくかっこいいなっていうふうに思ってまして、いろいろ聞いていくと、ラングラーの、ユーズドのものを、ちょっとこうアレンジしたような、アイテムだったんですけれども、これをうちで、オリジナルとして、出せるといいんじゃないかなというところが、きっかけとなっております。確かに僕もよく履いてるパンツがちょっとあるんですけれども、すごく使えるもんね。はい、じゃあ僕が履いてるものそのままを作ってるわけではないので、もちろんアレンジを加えてありますんで、そのもののこのパンツの特徴、一番皆さんおすすめしたいポイントをちょっとお願いします。このセンタークリースですね。で、元ネタはナイロンでかけて、色が落ちたような、ものだったんですけれども、それだと、お洗濯した時とかにラインが落ちちゃうので、うちはここにステッチをかけることで、ラインが落ちないように、やっております。で、これがまたこう使い込んでいくと、当たりが出てきたりして、より、そのデニムを育てていく、感覚も、味わえる、一本となっております。これデニムジーンズ、要するにちょっとジーンズとスラックス、スラックスっぽい雰囲気っていうのをね、感じがするよね。イメージして作ってるのが、この裾の部分ですね。
ダブル仕上げですね。ダブルで上げることによってよりあのスラックス感が、まあ、出るかなと思って、まあ、こんな感じでやっております。あとはね、基本的には、まあまあね、女性用のサイズとメンズ用のサイズと、まあ、ちょっと分けて作ってるんだよね。でメンズは、ね、や全部ウエストが36インチ以上で作ってるんですけど、なんかその大きめでウエストを大きめで作ってるっていう、まあ、なんかこだわりというかありますか？ジャストで履くとちょっと渡りの部分が、まあ、こうピタッとなってしまうので、まあ、あえて、ウエストを大きくすることでよりスラックスに近いシルエットが、出せるように、まあ、大きい人向けに作ったわけではなく、まあ、ベルトで縛って、合わせていただけるように、大きめで作ってます。そうね、渡りが細いとなんかこう本当、まあ、まあラングラーカウボーイのためのジーンズですけど、本当のカウボーイチックな感じになりますからね、まあ、そういう意味ではここら辺の渡りに余裕があるっていうのは本当ちょっとね、緩い雰囲気も出るし、まあ、革靴でもね、OK な雰囲気出るし、なんかこうバンズとか、ああいったちょっとスケートっぽい感じのシューズなんかとも、なんかすごく相性がいいなっていう印象があります。あと個人的にこのなんか、ね、ラングラーってこのリーバイスとかリーとは違うその生地で、まあ、いわゆるラングラー独特のこのブロークンデニム、っていう生地だけど、その全体的にこのちょっと少しのべっとした感じの色落ちがすごくこのパンツの雰囲気と合ってるなと思うけど、その辺どうでしょう？まあ、デニムで言うとちょっと色落ちがいいものが、まあ、いいというふうに、まあ、言われているというか、あんまりこうラングラーってちょっと見向きもされないっていうとちょっとあれなんですけれども、まあ、ヴィンテージはね、色落ち古いやつはね、ブロークンより前の、ね、生地のものはね、まあ、もちろん価値があったりして、まあ、人気もあるんだけど、この、ね、ブロークンちょっとベタッとした、ベタッとしたね、色落ちが、うん、なんかこのよりマッチしたといいますか、スラックスっぽい感じよね。ってなった時には、うん、こっちの方がいいなと思ってラングラーを使っています。はい、となんかブロークンの良さってやっぱりやっぱ綾織だとかなり生地もねじれてくると思うんですけど、まあ、そのあたりなんかブロークンにしたことがすごい良かったなと思うんですけど、その辺西さんどう思います？まあリーバイスフリーとかですと、まあこうここの、ステッチがこうねじれてくるので、うん、まあ、ヴィンテージはね、ヴィンテージとかは特にですね、うん、まあレギュラーだとね、まあ、ねじれはちょっとまあ、うん、多少まあね、あるとなんでこうクリーズを入れた時にちょっとこう曲がっちゃうっていうのもあるんですけど、うん、まあこちらだと、まあ、そういったこともなく、まあ、割とストンと落ちてうん、まあ、スラックスだからね、やっぱりちょっとストンとした雰囲気はないとスラックスっぽい感じにはならないからね、それでブロークンがこのラングラーっていうのがこのテグスチャーズのデニムパンツではもう一番もう正解だったのかなっていうかですね、うん、ラングラーだからこそこの雰囲気が出るっていうふうにちょっと感じるかなですね。はい、ありがとうございます。まあ、そんな、デニムスラックスなんですけど、実際に、お二人にちょっと履いていただこうかなと思いますので、今からちょっと着替えていただきたいなと思います。はい、じゃあ僕の寺田のスタイリングです。僕はパンツだけこのテクスチャー、まあ、古着ですねを使って、あとは全部新品でまとめてみました。まあ、ジャケットグレイというニューヨークブランドのジャケットですね。
それに、これはアメリカのキャンバーの T シャツ、そしてテクスチャー、そして足元はバンズですね。で、まあ、イメージとしては、まあ、これこのグレーのジャケットは、まあ、デザイナーブランドなんで、まあ、ちょっと個性があるんですけれども、こういうのをなんか全体的にただきれいめとかにするんではなくて、まあ、カジュアルに着るのが僕大好きなんで、こういったリメイクのアイテムに新品を合わせるっていうスタイルはもう僕が普段からいつもやってる、スタイルになります。で、このテクスチャーの履いた感じ、やっぱり抜け感で、この辺先も説明ありましたけど、ちょっとこの辺ゆとりあるんですけれども、これがいい感じの抜け感がスタイリングに出るのかなと思います。ただこれがただのでっかいバギーパンツみたいなやつになると、ちょっと雰囲気がよりカジュアルになっちゃうかなっていう気がします。まあそこやっぱりこういうこうですね、このつまんで塗ってあるところがちょっと上品さがあっていいのかなと思ってます。まあこういったちょっと個性があるジャケットなんで、まあ靴とかは本当プレーンなものですね。これバンズのオーセンティックですけれども、あ、じゃあはい、エラーか、エラー合わせてます。もう本当シンプルにして、まあお互いのこのジャケットの個性とこの、パンツの個性がちょうど、まあ、引き立つような組み合わせにしたつもりです。はい、私のスタイルです。はい、まあ、デニムスラックス、丈感がちょっとやっぱ個性的というか、やや短めの丈に設定してるんですけども、そうですね、うんうん、なんかその時の靴のボリューム感とか、なんかおすすめあったら。まあ基本的には、まあ、ダブルの仕上げにしてますんで、まあ、ボリュームはあるものであるものでも、まあ、こういった感じのちょっとないものでもいいとは思うんですが、ただ、まあ、ミドルとかミドルカットとかの靴とかよりは、僕はこういったローカットのものっていう方が好きですね。うん、まあ、もう本当個人的な好みですけど、で、まあ、ボリュームがない靴の方がどっちかというといいかなと、僕はその合わせとしては好きです。うん、はい、なるほどですね、ありがとうございます。はい、続いて店長西にも、実際に入っていただきました。先ほど寺田がウエスト42のものを、着用されていたんですが、まあ、そちらでウエストいくつぐらいのものでしょうか。こちらでウエストが、36ですね。36ぐらいですね。結構しっかり太さが出てくれてますね。そうですね、ベルトで、がっつり絞って合わせています。なるほど。なんかこうスタイリングのポイントというか、こういう風に着たらかっこいいんじゃないかっていうのがあれば教えてください。そうですね、ポイントとしては、まあ、全身は雨かじで、まあ、合わせてるんですけれども、まあ、いつもだと501とか、まあ、合わせるところを、まあ、こちらのスラックスに、入れ替えてあげて、ちょっとこうおしゃれ感が出るような、合わせになったんじゃないかなと思います。確かにですね、全然おしゃれ感が違いますもんね。入れ替えるだけで、まあ、普段のスタイリングもガラッと変わるんじゃないでしょうか。どうでしょう、2人のスタイリング、まあ、少しでも参考になりましたでしょうか。まあ、最後にですね、一言、このパンツについて本当一言お願いします。はい、まあ、おそらく、まあ、うちのテクスチャーズの定番の一本として、まあ、ずっと作り続けていくと思いますので、まあ、ちょっとでも気になった方は、まあまあ、まずはご試着だけでもぜひ、合わせてみてください。まあね、かなり使えることだけは保証します、はい、で、ぜひ試してみてください。はい、お二人は今日長時間本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。寺田と西による対談での、動画でした。まあ、ありそうでなかったデニムのスラックスというところですね。今回も、限定生産となりまして、早速オンラインストアの方にも掲載しておりますので
気になる方はぜひとも早めにチェックされてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。